ただいま帰りました。あ、辰巳さん、お帰りなさい。大丈夫だったんですか、足は。はい、落ち着いてください、迷いさん。もう夜も遅いですし、ご近所迷惑になってしまいますよ。いや、旧館と本館は結構離れているから大丈夫だと思いますけど、というか、そういうことではなくてですね。はい、でもまあ深呼吸はしましょうね、迷いさん。俺は本当に大丈夫ですから。俺も急に足に痛みが走ったので過剰に心配してしまった感がありますが、お医者さんの見立てでは目に見える問題は発生していなかったみたいですし、傷口が開いたとか再発したとかではなく、どうも精神的なものが大きかったようで、俺はあまりストレスを感じない方だと自認していたんですが、意外とそうでもなかったというか、ここのところ健康な人でも体調を崩しそうな過酷な日々でしたからね。はい、ストレスに弱々な私がまだ生きてるのが不思議なぐらいです。迷いさんは強いですから、きっと見かけの印象以上に。いいえ、アイラさんもそうですが、己が弱いと知りながら強くあろうと努力できるからこそ、どんな苦難でも乗り越えられるのでしょう。俺も見習わなくては。ともあれ、なるべく気遣いながら動けば MDM 本線には耐えられそうという感じでしたからね。一安心ですな。口先だけで大丈夫というだけでは信用ならない、不安だという場合はお医者さんの診断書をお見せしますけど。いえいえ、辰巳さんを信用します。辰巳さんは私たちに対して嘘をつくわけがありません。そこまで全幅の信頼をされると神ならぬ身としてはいたたまれない限りですが、まあせめて君たちを傷つけるような嘘はつかないように努めましょう。それよりも俺のことはともかく、アイラさんとヒーローさんは大丈夫だったんですか。そちらも心配です。すぐ倒れたりして心配かけるのは私のキャラでしょう。これではあべこべですよ。普段からみんなに迷惑かけてる分、今は私がしっかりしないとですね。頑張ります。何を頑張ればいいのかもわからないですけど。はい、その息です。まゆいさんの行いを神は見守っておられますよ。いや、だから見ないでほしいんですけど、あんまり。よかった、先輩たちはいつも通りだね。もちろんタッツン先輩の足は心配だけど、自分で歩いて帰ってこられるぐらいだったみたいだし。おや、アイラさん先に帰っていたんですが。そのようにベッドの陰で膝を抱えて何を。いや、なんかヒロ君が手握ったまま話してくれなくて。ふん、その丸まった布団はヒーローさんですか。どうかしたんですか。こいつ普段は空気読まずに元気に喋る割に、今日はなぜか黙りこくっちゃっててね。よくわかんない。なんかすごく悲しいことがあったみたいなんだけど。ふん、タイミングから言ってお兄さんの件でしょうか。こう言ってはなんですが、クレイジービーは最初から最後まで人騒がせですな。はい、今また ES 周辺は大騒ぎになってるようですよ。彼らが最初に登場した時に比べれば前向きな騒ぎという表現でいいのでしょうか。厄介な敵が、災難が消えてよかった、これからどうしようという感じでしたが、みんな前向きに気持ちを切り替えて夢や希望を語っているというか、あの天城凛音という人が全ての負の感情を己の身に引き受けたまま消えることで ES 全体の雰囲気が浄化されたというか。
あの人を生贄に捧げたようで、私としては若干気味が悪いのですが、多分同じように感じている人も結構いるように思いますけど、 ES 上層部はこの流れを活用して全体の浄化に努めてるっぽいですしね。みんなも無意識的に重たいものや暗いもの、悪いものを全部天樹凛音さんなどが引き受けて消えてくれてほっとしてるんじゃないでしょうか。それが人間の生理であると理解してはいますけど、私は気持ちが悪くなっちゃいます。みんなが生贄の価値と味を知ってしまったということですから、次にまた何かあった時、煮えに選ばれるのは私のような弱いものや醜いもの、悪いものですから。今回の件がシステム化されて繰り返されないことを祈るしかありません。ああ、恐ろしい恐ろしい。ヒロさん、布団の奥から私を見てますね。ごめんなさい、わけのわからないまとまらない不安をぶちまけてしまって。でもアルカロイドのみんなの前だと私、不思議と隠していた気持ちをさらけ出せるというか。構わないよ迷い先輩、僕はバカだからちゃんと言ってくれないとわからないしね。故郷では兄さんに一番近い立場にいたのに、その気持ちもこれまで何一つ理解していなかった。ロくん、マヨさんも俺たちがバカで間抜けでダメな落ちこぼれなのは散々思い知ってるでしょ。でもさ、だからって諦めて黙って消えるのも悔しいじゃん。裏盆への後に辞めちゃった人たちみたいに潔く立ち去るのが美しいのかもしれないけど、物語としてはそれが自然で綺麗なのかもしれないけど、俺たちが生きてるのは物語の中の世界じゃないんだよ。うまく言えない。タッツン先輩、俺の気持ちを要約して。俺に振られても、でもまあそれが俺の使命ですな。大事なものを分かりやすく解きほぐして説明することが、それがみんなよりほんの少し長く生きて、いろんな引きこもごもを経験してきた俺の役目だと思います。生きていくことは苦難の連続ですけど、生きているからこそ諦めるわけにはいきませんな。そして俺たちはまだ生きています。